続いてはカフェのコーナーです今週は愛車の日常点検についてお話を伺っていきますご紹介いただきますのは新前橋店の石川大さんです石川さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさあ、日常点検ということなんですがまあ皆さんも分かっているという方いらっしゃるかもしれないんですが実際にはこうどこをどのようにチェックするのかまあ理解しているという方ちょっと私も自信ないんですがはい、はい えー、確かに日常点検といってもよくわからないという方が多いと思います、はい、しかし、えー、日常点検は大切な項目ばかりですので怠らずに実施してほしいですよねちり、はい、ちゃんとやりたいところなんですけれどね、はい、まあ,あの例えばこうワイパーの拭き取りがまあ悪くなっているとかですねまあ、気づくと点検不足というふうに感じることもありますけれども、まあ、日常点検じゃあどのように何をチェックしたらいいのか詳しくご紹介いただけますか はいはいこれから私がご紹介する順に点検を行うと効率よくできると思います。はい、まずはボンネットを開けてエンジンルーム内のチェックをしましょう。はい。まあ点検項目に限らず効率のいい点検の仕方まで今回は教えていただけるということで、まああのエンジンルーム内にはですね。 まあいろいろなあの液体というんですかね、はい、えそういったものもありますけれども、そのチェックになるわけですね。まずはね。はい。はい。えその通りです。うん、ブレーキの液量、バッテリーの液量、エンジンオイルの量、冷却水の量、うん、えウォッシャー液の量をチェックしましょう。なるほど。まあそれぞれあの必要な。 まあ液体が達していればいいかもしれませんけれどもそれを自分の目で見て確認して必要があれば少なくなっている場合にはその液を補充しなければいけないということですねウォッシャー液を出そうとしたら、えー、液がなくて出なくて困ったことがある方もいると思いますが、うんうん、日常点検をしておけば、えー、その心配もありませんよねそうですよね。 まあ、さてですね、エンジンルームの点検の次なんですけれども次は何をチェックすればいいんでしょうかはい、はいえー、次は車の周りです、うんえー、まずはタイヤ、えー、空気圧、えー、亀裂、損傷、溝の深さ、えー、異常摩擦などのチェックをします、えー、それからライト、ブレーキランプ、ウインカー部分の汚れや破損がないかもチェックしていきましょうまずタイヤでもずいぶん細かくチェックする部分はある というふうに意外なんですが、あとは普段こう意外と多いなと思うのは、ブレーキランプが切れているのに気がつかずにそのまま走っているという。まあこれ普段あの皆さんにも走っている時にはねよく見られる光景かと思うんですけれども、これあのなかなか一人では確認が難しいかもしれませんけれども、こういった部分もチェックが必要であると。はいはいはい。また走行をしてみてブレーキの効き具合、走行中の異常など。 えー、気になることがないかのチェックも必要です,そうです、ねまあ、普段、スムーズにこう走っていればいいかもしれませんけれども、はい、その走行中に何か異変を感じたりとか、はい、あとはエンジンをつけたとき消したときとか、ねはいえー、ちょっと異変を感じたときには、まあ、やはりこう点検が必要になるとということですねお車の調子のことで何か気になることがございましたらお気軽に藤ルのスタッフまでご相談ください。 まあ自分自身でねできる部分というのはいいかもしれませんけれどもまあ詳しい点検整備ということに関してますとやはりスバルのプロにお任せするのが一番かといいううふうに思いますね、はいえー、それからご自身で点検をする際には思わぬ怪我をしてしまったり故障の原因になってしまったりすることもごございいますのでご注意ください、はいまあ、愛車のやはり車の点検ですから常日頃からですねこまめにチェックしていただきたいと思います。 今週は愛車の日常点検について石川さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。